アスカ、ナラ、平安。残酷な最後を迎えた古代の人物たち四選。皆さんこんにちは。和をもって尊しとなす。これは十七条憲法の有名な言葉ですね。馬宿の王子聖徳太子が十七条憲法を制定したのは604年飛鳥時代のことでした。じゃあその後は割と平和な時代が来たのかな、なんて思えそうなものですが、でも実際はそんなことはありませんでした。ライバルや敵対勢力を陥れ、問答無用で処罰することなど当たり前だったのです。続く奈良時代も平安時代も様相は同じでした。今日古代の範疇とされるこれらの時代は、現代の私たちが想像する以上に血生臭い世界だったのです。そこで今回は飛鳥、奈良、平安時代に残酷な最後を迎えた人物を4組ご紹介したいと思います。中野大江の王子が処刑したのはいとこだった有馬の巫女。中野大江の王子は大化の改新の中心人物としてあまりにも有名です。645年、戦王を極める蘇我氏一族を打倒するため、中野大江の王子は中富の鎌足らと共にクーデターを決行。蘇我のイルカを暗殺し、蘇我の蝦夷を自害へ追いやりました。この一種の変を端緒として、中野大江の王子は政治改革を次々と断行。日本は天皇中心の律令国家へ移行していったのです。これが大化の改新と呼ばれます。さて、一種の変の後、光玉天皇が退位しました。息子、中野上の王子に上位するつもりだったのです。生きているうちに皇位を退いた天皇は、彼女が最初だったと言われています。ところが王子は、これを辞退してしまいました。そればかりか、彼はそれ以降20年間、ずっと皇太子のままであり続けます。改革を推し進めるにはその方が好都合と考えたのでしょう。最終的に彼は天智天皇になりますが、皇位についていたのは晩年の4年間に過ぎません。光玉天皇の次の天皇は結局彼女の弟がつきました。光徳天皇です。彼の在位中も甥中野大江の王子らによって大化の改新は着々と進められていきました。ところが天皇はどうやらそのことを快く思っていなかったようです。ある日、天皇は都を移すこと、遷都を強引に決めてしまいます。遷都の後しばらく経って、王子はやっぱり都は元の場所に戻してほしいと懇願しますが、天皇は聞き入れてくれません。業を煮やした王子は皇族たちを引き連れて元の都へ移ってしまいました。すると朝廷に仕えていた多くの臣下たちも王子に従ったのです。孤立無援となった天皇は翌年、失意のうちに亡くなります。光玉天皇が急遽ピンチヒッターとして再度即位し、斉明天皇となりました。さて、亡くなった光徳天皇には息子がいました。名を有馬の巫女と言います。彼は中野大江の王子のいとこにあたるわけですが、父を失い朝廷における存在感はみるみる小さくなっていました。彼はじくじたる思いを募らせていたのです。ある日、巫女のもとへ蘇我の赤江という官吏がやってきました。彼は巫女へそっと耳打ちします。帝も王子も失政続き、その横暴ぶりは目に余るものがあります。祭りごとを立たせるのはあなたしかいません。巫女は我が意を得たりと喜び、決起を約束しました。ところがこれは中野大江の王子が仕組んだ罠だったのです。蘇我の赤江は直ちに中野大江の王子へ密告。
有馬の巫女はたちまち謀反の罪で捕らえられてしまいました。巫女は護送される途中、次の歌を詠んだと伝わります。家にあれば毛に盛るいいよ草枕、旅にしあれば死の葉に盛る。家にいるときは食事を器で食べられたのに、今は草を枕とする旅の身なので死の葉に盛るしかない。彼は迫り来る自身の最後を悟り、深い絶望に打ちひしがれるしかなかったのです。この歌は万葉集に収められています。658年、有馬の巫女は激しい尋問とともに凄まじい拷問を受けた末、絞首刑に処されました。19歳だったと伝わります。なおこの尋問は中野大江の王子自身が行ったとも言われています。相まみえた将軍の願いかなわず、アテルイ。奈良時代末期から平安時代初期にかけて活躍したのが桓武天皇です。彼は平安時代を到来させ、また桓武平氏の祖となったことでも知られています。そもそも平安時代とは、延暦13年794年平安京が都になった年をはじめとするのが一般的です。あるいはその10年前、平城京から長岡京へ遷都された年をスタートとする考えもあります。いずれにしろそのどちらも桓武天皇が実施を命じたものでした。政治の立て直しを図るためだったと言われています。彼は仏教界の改革にも非常に熱心でした。奈良仏教の有力寺院が政治に影響を及ぼしている事態を憂慮し、僧侶たちの破壊を厳しく罰して、その腐敗ぶりを取り除こうとします。最澄空海が開いた新仏教を保護したりもしました。その他各地に遠征して支配地域を広げたり、民衆救済の前線を敷いたり、様々な施策を積極的に実行したのです。さて、その桓武天皇の新政とほぼ同じ時期、一人の男が東北地方で勢力を保っていました。名をアテルイと言います。表記についてはアテルイ、アテリーのほか様々なパターンがあり定まっていません。彼は朝廷の侵攻に抵抗していた東北地方の部族エミシの族長でした。現在の岩手県南部炭鉱を拠点にしていたようです。武勇に優れ、屈託のない人柄で人望は大変厚かったと伝わります。ところがアテルイは不幸にも桓武天皇が差し向けた遠征軍の標的となってしまいました。8世紀末から9世紀初頭の延暦年間、征夷大将軍坂の上の田村麻呂の軍勢が恵比市を侵攻、アテルイたちは敗れてしまいます。遠征軍が炭鉱の地形や気候を知り尽くしており、知略に長けていたためだと言われています。アテルイたちは降伏し、田村麻呂のもとへ投降しました。朝廷はアテルイの処分を議論しますが、そこで意外なことが起こります。田村麻呂がアテルイの除名を進言したのです。彼を炭鉱へ戻し、現地を彼らに収めさせるのが得策である。きっと田村麻呂は一軍人として率直にそう思っていたのでしょう。そうでなければこんな危険な発言などできるものではありません。それよりも田村麻呂はもしかしたら、熾烈な戦いを経る中でアテルイの類まれな力量や人間性に気づき、滅ぼすには惜しい人物であると感じていたのかもしれません。しかし結局田村麻呂の願いは聞き入れられませんでした。朝廷は恵比市平定の戦果を大いに誇示すべきである、見せしめとしなければ将来への大きな禍根を残す、として処刑を決断したのです。
一説ではそれは桓武天皇の意思だったとも言われています。延暦21年802年、アテルイは過酷な拷問を受けた後斬首されたのでした。彼の死後、炭鉱や周辺地域で弔い合戦や反乱は発生しなかったそうです。偉大なリーダーの損失は蝦夷の人々を意気消沈させるに十分だったのでしょう。桓武天皇の目論みは的中したのでした。天皇をそそのかした桂米は天皇によって滅ぼされた。藤原の仲成クスコ。藤原の仲成は桓武天皇と同じく奈良時代末期から平安時代初期にかけて活躍した貴族でした。延暦4年785年、父藤原の種継が暗殺されるという不幸に見舞われますが、若くして従五位の下に除され、右衛門佐左中弁などの要職を歴任。桓武天皇の時代には出雲の佐、越後の神、山城の神、太宰の大に大和の神、そして伊勢の神と地方官僚も経験します。仲成は非常に優秀な管理だったのです。仲成には藤原のクスコという妹がいました。管理藤原の忠主と結婚し、多くの子を設け平和な人生を送っていたようです。ある日、桓武天皇の皇太子阿手親王が、あなたの長女を妃に欲しいと言ってきました。普通の貴族にしてみればこれ以上ない縁談です。ただこの時の長女はあまりに幼く、宮中のしきたりに馴染めるか不安もありました。そこで母クスコに内侍の神という役職が与えられ、彼女も親王に仕えることになったのです。この判断が全ての元凶でした。クスコはあろうことか娘を差し置いて親王と深い関係になってしまったのです。実の娘の夫と不倫する。美魔女の力って怖いんですね。事態を知った桓武天皇は激怒し、クスコに夫の元へ帰るよう厳命しました。しかしやがて桓武天皇が崩御し、阿手親王が平城天皇として即位。彼はすかさずクスコを呼び戻してしまいました。天皇をこんなに夢中にさせるとは、クスコは一体どれほど魅力があったのでしょうか。クスコはますます天皇の寵愛を受け、次第に政治にも介入していきます。そして彼女の兄仲成も重用されていったのです。こうして仲成クスコ桂米は権勢を誇り、陰険で横暴な振る舞いを繰り返していったのです。人々は二人を深く憎みました。大同4年809年4月、平城天皇は弟嵯峨天皇に譲位し上皇となります。これは父桓武天皇の遺命だったと言われています。ところが仲成とクスコはこれによって自身の権勢が凋落することを恐れ、平城上皇の長祖再び天皇になることを画策。12月、上皇を伴っていきなり平城京に移り、翌光仁元年810年9月6日、平城京への遷都を上皇に宣言させたのです。上皇側と嵯峨天皇側は鋭く対立しました。ちなみに嵯峨天皇は平城上皇と12歳年の離れた弟でした。幼い頃から聡明で博学経史に通じ、詩文書道に秀でていたといいます。特に書の腕前は素晴らしく、空海、橘の早成とともに三筆と称えられます。さてそんな嵯峨天皇はこのままおとなしくしているつもりは毛頭ありませんでした。彼は平城京への遷都命令を拒否。怒った上皇側の動きを読んで先手を打ち、9月10日
ついに仲成を捕縛することに成功します。翌9月11日、仲成は嵯峨天皇の命令により矢で射殺されることとなりました。この処刑方法は法令で決まったものではなかったため、天皇による死刑だったのではないかと考えられています。翌9月12日、ついに観念した平城上皇は出家、クスコは毒を仰いで果てました。今日この一連の事件は一般にクスコの変と呼ばれています。一体真犯人は誰なのか。闇に葬られた大納言、友の義雄。平安時代前期の貞観8年866年、応天門の変という事件が起こります。どんな事件だったのでしょうか。当時平安京の宮城には朝廷の政務や重要な儀式が行われる朝堂院という建物がありました。この建物の正門が応天門です。これが貞観8年3月のある夜、何者かによる放火で焼失してしまったのです。朝廷は上を下への大騒ぎとなりました。ところがしばらくすると応天門放火の犯人を告発する者が現れます。それは友の義雄という貴族でした。彼はこう告発しました。左大臣源誠が犯人である。早速誠の屋敷に近衛兵が派遣されました。ところが時の太政大臣藤原義房が清和天皇へお伺いを立てると、誠はあっさり無実とされ、兵は引き上げていったそうです。義雄は頭脳明晰で弁舌にも優れ、大納言の地位にまで上り詰めていたのですが、その一方で性格は狡猾で傲慢、多くの人々から恨みを買っていたと伝わります。さらに実は義雄は誠のことを大変嫌っていたのです。彼は謀反を企てていると以前吹聴調したことまでありました。今回も応天門は我が一族が造営したもの、きっと彼はそれを呪って火をつけたに違いないと主張したといいます。もしかしたら真犯人は本当に源誠だったのかもしれません。しかし日頃の振る舞いが影響したか、誰も義雄のことを信用してはくれなかったのでした。不運はさらに続きます。8月、今度は応天門放火は友の義雄によるものであると逆に密告されてしまったのです。まさに泣きっ面に蜂でした。容疑者となった義雄は激しい拷問を受けますが、犯行は癌として認めなかったそうです。9月、義雄はとうとう犯人として正式に断罪されてしまいます。判決は当初は死罪、後減じられて流罪となりました。義雄のその後の消息はよく分かっていませんが、貞観10年868年、入る先の伊豆で亡くなったと伝わります。58歳でした。一方最初に嫌疑をかけられた源誠ですが、屋敷を兵に囲まれたことに大きなショックを受け、以来屋敷に引きこもってしまったそうです。そして皮肉なことに義雄とほぼ同じ頃亡くなりました。60歳でした。もしも誠が真犯人ならば、このような精神的打撃を受けるのはどうも不自然です。また義雄が真犯人ならば、過酷な拷問になぜ耐えることができたのかと疑問に感じます。では真犯人は一体誰だったのでしょう。そしてその動機は。真相は依然やぶの中ですが、見逃せないポイントが一つあります。それは先ほど登場した藤原の義房です。実はこの後藤原氏の勢力は
徐々に拡大していくのです。そして何を隠そう、友の義雄は生前そんな藤原氏を敵視していたと言われています。